ちゃんだ。え、2頭とも野生。ここ見ながらディナーになりますので、ありがとうございます。じゃあができる。うわ、やっぱりこれ焚き火の匂いがする。なんか聞いた話ですけど、オーナーのミキさんここにって一年中寝泊まりしてるそうです。うわー、すごい。これ全部敷地内。ここで前かなこさんのワークショップやったりとか、それも楽しかったな。ここに2週間私はロングステイです。